一文で理解できる SCP 講座 SCP-312 空気クラゲ人間を捕食する大気ガスを充填した生物 SCP-428JP 魔女の像破壊された場合実現不可能だった技術が実現可能になる鏡像 SCP-015TH 熱対魚熱を発する恋 SCP-283、落ち横石。東方向へ、時期的に引っ張られている石。SCP-709、森の瞳。中から、窓の外を見ると、幻覚が見えるツリーハウス。SCP-826、本の中にいる。部屋の内部が、本の舞台へ変換されるブックスタンド。SCP-469、翼の多い天使。 羽を突き刺し、人間の悲鳴や音波を餌とするやつ。SCP-249、どこだかドア。どこか違うところへつながるとは。SCP-251、当てにならないスノーグローブ。暴力的もしくは陰気な場面を描き、精神的苦痛を与えるスノーグローブ。SCP-913、ミスター・ラペコ。 視界に入るすべての固形物を食べるやつ。